こんにちは、シューバードです。今回はボスの ME5 の使い方をやっていきたいと思います。この ME5 は1988年に発売された初代マルチエフェクターになります。どこよりも早く先駆けで発売されたこのマルチエフェクター、しかしながらですね、初代にして操作機能的にはですね、ほぼほぼ完成形みたいな感じで、デザイン性もですね、今とあんまり変わんないですよね。このフォントも今のマルチエフェクターと一緒ですし、 GT100 や GT1000 につながる機能が豊富に盛り込まれています。例えば鮮度リターンがついていたり、エクスプレッションペダルがさせるようになっていたりと、当時としてはかなり最先端だったと思います。まあ、ただ今のマルチのようにですね、チューナーがついてたりとか、音色の豊富さでは完全に負けてはいますけれども、操作性という部分ではですね、かなり今に通ずるものがございます。では使用できるエフェクターを見ていきましょう。1番からコンプレッサー、そして2番オーバードライブディストーション。モードは3つで、オーバードライブが2つ、ディストーションが1つ、そして3番がイコライザーで、4番がコーラスフランジャー。モードはですね、コーラスが1つでフランジャーが4種類、そしてその後にエクスプレッションペダルがつなげれるようになっていて、差し込み口はここについております。そしてノイズサプレッサーで、センドリターンのオンオフ、そして一番後ろにデジタルリバーブ、デジタルディレイという風になっておりまして、ディレイよりもこっち側はですね、アナログになっております。デジタルなのはリバーブとディレイのみという風な感じで、実はめちゃめちゃいい音がするかもしれないです。続いてプリセット音の鳴らし方です。バンクはここでわかります。モニターがこれだけ小さいのでちょっとわかりづらいんですけれども、今現状は 11-4 になっています。ちょっと 11-1 から鳴らしていきましょう。そして 11-2 で 11-3 というふうな感じになっております。ここのバンクを押して、例えばここ2を押すと12になります。今12-3ですね。12-1。で、12-2。で、12-3。で、これを20にしたい場合は、こっちですね。20、22。例えば24-1。2。3と。いうふうな感じになっております。これがですね、あと30と40まで入っています。なので基本的にはまあこの4つのフットの中に入れといて、ここで踏み分けていくと。歪み、クリーン、ソロ、クランチみたいな感じにしておくと良いと思います。では続いてはエディット音の作り方です。まずはですね、どこに音を作っていくか、バンクを選びます。今回11-1に入れていきますね。ここでセレクトをします。そして使用したいエフェクトの番号。コンプだと1番、オーバードライブだと2番、イコライザーが3番、コーラスフランジャーが4番、そしてデジタルディレイ、リバーブはバンク、ここですね、を押すと使えるようになります。ではオーバードライブ鳴らしてみましょう。こんな感じです。そしてここを押すと点滅します。そしてここの軸ですね、今オーバードライブが1番になってます。そして2番にすると、ちょうど太くなりますね。そして3番がディストーション、カーソルでここに合わせるとドライブです。今フルになってますね。
ゼロにすると。というふうな感じで使用していきます。一つずつ鳴らしていきましょうか。コンプ。アタックを強めにします。トーンを上げます。かなりキラッとした音になりますね。音いいですよね。続いてイコライザーいきましょう。ここがハイ、ミッドのフリケンシーでミッドを削ってみましょうか。でここはローです。続いてコーラスです。コーラスですね。でフランジャー、5番が一番強めな感じですね。そしてディレイはバンクを押します。今リバーブの3ですね。ディレイにしてみましょう。ディレイは1つ、うん、来ない。タイムフィードバックを7、トーン3、タイムを上げなきゃいけないですね。柔らかい。でエフェクトレベルをここで上げると、いいじゃないですか。というふうな感じで、ここのライトを押すと、ポチッと。これでもう保存完了というふうな感じです。バンクを変えると、さっきの音に。歪みでフランジャーとか使ってみましょうか。いいですね。コンプとディレイで。なんか音的にも全然今も通じるような感じの音だと思います。さすがアナログで大半のエフェクターが作られているっていうだけはありますね。デジタルのディレイも個人的には結構好きです。アナログのマルチエフェクターが欲しいなと思っている方には非常におすすめのエフェクターです。たまにヤフオクで出てますね。そんな高くないのでチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。